爆走デコトラ伝説2男人生夢一路。男っていうのはさ、何かこう大きな夢に向かって突っ走りたい時期があってね、そういう時はもう無我夢中で周りが何も見えなくなっちゃうんだ。時にはそれで人を悲しませたり傷つけたり、でもその気持ちを抑えつけたりしたらさ、きっとそれまでなんだよ。男だったら突っ走ろうぜ、キラキラ輝く一番星みてえにさ。長い長い道をがむしゃらに、それが俺の砦なら、夢も見つけないままずっと街を飛ばすのだろう。思いの果て、あの夜から負けずに花を咲かせた。だけど今は憧れにも似た一筋の光が俺を呼んでる。流れ星いくつ数えたろう、お前と出会うその日よ。流れ星心に誓った太陽を、そして朝が来る。惚れた女にね、約束したんだよ。いつか一番になったら必ず迎えに戻るって。いやあいつには目をかけてるよ。今頃何やってんだろうな。だけどさ、ちょくちょく帰ってたらね、迷わずすぐに旅立てる自信がないんだよ。男ってさ、そう、ほんとわがままだな。
Yes!